ニュースマグビです。暑さに負けていませんか？今日も浴衣姿でニュースをお送りします。結婚を決意するまでの小林麻耶さんの心情についてマヤさんの知人が語りました。知人によるとマヤさんは結婚恐怖症に近かったのだと思います。結婚相手に望むのは自分を肯定してくれる人、仕事を続けることを認める度量のある人でしたとのこと。これまで結婚を考えた相手は社会的に地位が高く、家庭に入らなければならないことがネックになり、結婚に踏み切れなかったそうです。アローン会の会長今田浩二さんの深夜デートをまたまた女性セブンがキャッチしました。7月中旬の深夜0時過ぎ、今田さん行きつけのバーでタレントの紗栄子さん似の若い女性と飲んでいるところを発見。女性は茶色のロングヘアを緩く巻き、ブルーのオフショルダートップスを着て大胆に肩出ししたスタイル。そんな女性を全身黒で決めた今田さんは軽い足取りでエスコートしていました。午前3時ごろ、女性は一人タクシーに乗って帰っていたそうです。グラビアアイドルの葉月ゆめさんが7月27日に DVD ドリームバケーションをリリースしました。葉月さんは子供の頃にタレント養成所に入所し、高校時代に芸能界入り、次第にその抜群のスタイルに注目が集まりグラビアデビュー。その後は数々のグラビア賞を飾りました。一昨年春からグラビアを休止し、主に舞台で活動していましたが、待望の復活を遂げました。現在は舞台で磨いた表現力をグラビアでも発揮しています。雑誌のニュースを動画でチェック、ニュースマグビ。